どうも、皆さん、こんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。今回なんですけども、僕が今、DL マーケットの、DL マーケットの方で販売している、翔太式5分足オリジナル FX トレード必勝法の、購入者の方に向けた動画になるんですけども、本当は限定公開にしようかなと思ったんですが、確か YouTube の限定公開の動画って、Google のアカウントを作ってないと見れないんですよね、確か。調べたら確かそうだ。なんかそんなこと書いてあった気がするんですよね。で、おそらくですね、多分年配の方とかもですね、もしかしたらこの FX の動画なんでね、ご覧いただいてる方いらっしゃると思うんですよね。購入者の方とかで。で、そういう方って多分その Google アカウントの作り方とかね、多分またね、そこでつまずいてしまう方ももしかしたらおられるんじゃないかと思って、でですね、でしかもその作り方分かっていたとしてもちょっとめんどくさいじゃないですか、それを作ってみるのって。なんでそういうのも踏まえて一般公開にしようかなと思いました。でこれから僕が語るこの内容を別にその購入されてない方が見たところで別にそのトレードロジックに直接関係する内容というわけでもないと思いますし、この内容分かったところで翔太式5分足のロジックが、全然使えるっていうわけには全くもってならない内容なので、そういった意味で別に一般公開でもいいかなと思ってこうして、一般公開で撮っております。でちょっと今回語りたいその内容っていうのがですね、ぜひその翔太式5分足のロジックにその分割決済のなんて言いたいですかね、分割決済も取り入れてみてはいかがでしょうかというか、なんて言いたいんですかね、別に取り入れなくても全くもって問題はないんですけど、初心者の方ってそのエントリーしてその決済するまでの時間がその10分20分とかでも結構しんどく感じる初心者の方ってもしかしたらいるんじゃないのかなって思ったんですね。で、まあ、僕なんかはもう本当トレードに慣れてるから別にもうその10分であろうが20分であろうが、まあ、正直言ってスイングトレードで持ってるポジションとかもあるんですね。もう1ヶ月以上前ぐらいからずっと持ってるようなポジションもあったりするんですけど、要はそのトレードに慣れてきたらそういうのって当たり前なんですよね。でもその初心者の方ってエントリーしてもうそのね10分20分もしくはもうその5分とかでもすごいきつく感じるというか、ちょっとでもマイナスになってたりとかそういうのでももう耐えれないみたいな方とかね、いらっしゃると思うんですよね。多分多いと思うんですよ、初心者の方って。で、もちろん、そういったメンタルじゃ、勝てない、一時は勝てたとしても、その、長く相場で残り続けられるかって言われると、もちろん、消えていくと思うんですけど、ずっとそういうメンタルのままだとね。まあでも、まあ、メンタルなんてものは、ずっとやっていったら、FX やっていけば、だんだんと鍛えられていくものだとは思いますんで、そこは心配なさらなくてもいいと思うんですけど、要はその分割決済することで早く一旦その利益をちょっとでもこう確定できると。でそこで一旦安心できますよね。でもちろんその翔太式5分足のトレードロジックっていうのはおよそのその目標値っていうのが分かっているトレードロジックなんで、言ったらもうそこに到達すればもう別に全て決済すればいいだけの話なんですけど、で翔太式5分足のロジックではですね、そのおおよその目標値に到達して、でさらにそこから伸びそうだなと、ローソク足の動きとかですね、まあ、そこら辺についてもあの教材の方で詳しく解説してるんですけど、その目標のラインまでと到達してそこから伸びそうだと思ったらその第2の目標ラインっていうのがあって、その時に分割決済を
やってみるという手もありますよねっていうような解説をさせていただいてるんですね。だから言ってしまえば直近の高値もしくは、買いエントリーの場合は直近の高値で、売りエントリーの場合は直近の安値をもうその抜けるということはもうこう分かりきっているっていう内容なので、そこに対してはフォーカスを当ててないんですね。でも初心者の方っていうのはそのこの直近の高値これ抜くのかなと、買いの場合はね、例えばで売りエントリーの場合はこれ直近の安値これ抜くのかな心配だなみたいな思う方いると思うんですよ。僕から言わせれば別に問題ないですよと言いたいとこなんだけど、初心者の方はちょっとそこで心配になっちゃうのであれば、その直近の高値も買いエントリーの場合は直近の高値で、分割で、そこにさらに分割で決済すればいいんじゃないのかなって思ったんですね。売りエントリーの場合は直近の安値のところで分割で決済する。で、分割決済のやり方っていろいろとあるんですけど、例えば今適当に注文かけますね。適当に。で、例えばですね。そうですね。数量。分割決済なんで、例えば 0.02 ロット。例えば売りでしかけます。でするとこのように出ますよね。で、これで、0.02 ロット。これ今注文入れたわけなんですけど、これで 0.01 ロット分だけ、決済したいと、したいなと思ったらですね、まずこう、ダブルクリックして、で、この数量のとこありますよね。で、これを 0.01 にするわけですね。0.01。で、これで成り行き決済すると。そうすると、半分が決済できた。で、残りの 0.01 ロットは残ってるよっていう。要はこれが分割決済のやり方なんですけども、で僕が今回ちょっとこう やってみてはいかがでしょうかっていう分割決済の方法は、その3分割決済なんですね。言ったら例えばですよ、例えばこれももう決済します。これは例えばですね、1ロットで、例えば、注文したとします。で、これ今注文入りましたね。これ、1ロット、1.0 ロット。で、ここで、4対3対3ってこう分けてみてはどうかっていうことなんですね。で、そこの4のところを、例えばこう直近の高値、例えば、これ全然その別に昇太式のロジックに当てはまってるかどうかなんて、全然これは誰もね、わかんないと思うんで、別に例えばここで説明しようと思うんですけど、別にこう当てはまってないんですけどね。例えば、ここで例えばこう、買いエントリー仕掛けたとします。ですると、直近の高値ここになりますよね。ここ。なんで、ここに到達してきたときに、さっき言った4対3対3って言いましたけど、ここで4決済するわけですね。いきますよ。だからここで4決済する。で、あとの3対3っていうのは、その昇太式のロジックで、目標のラインに到達して、残りの3、まず決済して、で、あとの残りの3は、上にまだ伸びそうだなって思ったら、その残りの3は保有しておくし、ちょっとこう、伸びが甘いなと思ったら、その残りの3も、そこら辺で決済するっていう、そういう感じですね。そこの残りの、残りのその3対3の部分に関しては、昇太式オフガシのロジックの方ですね。ぜひご覧いただければと。ご購入してご覧いただければなと思うんですけど、その最初はその4の部分っていうのは別にここで決済 してもいいのかなって思ったんですね、その初心者の方は。でもこうやっぱ慣れてくると、そんだけね、もう3つも分けて
決済するなんてめんどくさいじゃないですか。なんで僕はもういっぺんに、まあ、決済するわけなんですけど、初心者の方は、例えばこれ今5分貸しなんですけど、まあ、例えばですね、まあこれ今回はもうこの1本だけでね、もう来てますけど、その4対3対3のうちの4を決済するポイントまで来てますけど、直近の高値まで。なんで別にこれはね、別にそんなもう5分しか時間経ってないんでね。別に、まあ5分も経ってないか。まあなんで全然いいかもしれないけど、まあこう、まあもたついたりとかする時もあるじゃないですか。たまに。そういう時に、結構しんどいんじゃないかなと思ったんですね。で、それでずっとその目標のラインまでね、翔太式5分貸しの、トレードロジックに従って目標のラインまでずっと待っておくっていうのが、ちょっとこうしんどいと、10分20分とか、まあその、まあ最長でどれぐらいなのかな、わかんないけど、まあ10分20分30分とか、持つのがきついという方は、その直近の高値で、まあその4対3対3に分けたうちの4は、決済しておいてもいいのではっていう感じですね。ただ、もう本当に極めていただいたらですよ、勝率8割9割っていうのは余裕でいけると思いますんで、その別に、こういうことをする必要も全くないわけですね。なぜならその目標のラインのとこまで行くだろうっていうのが、もうその勝率8割9割ぐらいでもうその分かっていると。8割9割そのラインまで行くだろうっていうのが、もうちょっと分かりきっちゃってるっていう部分があるので、なので別にそんなめんどくさいことをする必要もないよっていう。でも、精神的にな負担をちょっと軽減させたいと。一旦そのまあ 40% は利確させときたいと、そのロット数のうちの、そういう時はまあ今回のこの例で言ったら、この直近の高いのところで、4対3対3のうちの4はここで利確しとくと。なんでまあ言ったですね、まあ、ここまで到達してきた時に、これ今、まあ、1ロットで入ったとしたら、ここでまあ 0.4 と0.4 と打って、まず決済する。0.6 になりましたね。で、あとの、まあ、0.6 なんで、まあ、0.3、0.3 と分けて、その目標のラインに到達して、あと決済していくっていう感じなんですけど、まあ、翔太式5分足のロジックに従って、目標のラインに到達したときに、まあ、いっぺんに、あとの 0.6 は決済してもいいし、まだ上に上がりそうだと思ったら、ここで 0.3 と打って決済と。そしたら 0.3 残りますよね。このように。で、残りのその 0.3 はまた次になる目標のラインに到達したときに決済すると。こういう感じになるわけです。はい。どうでしょうか。ちょっと分かりにくかったですかね。まあ結構、この戦法はストレス、よりストレスフリーだと思います。多分これであると。うん、まあ僕もね、わかるんですよ。その初心者のうち、結構その、エントリーしてから、もう5分でも10分でも待ってるのがしんどかった、時がね、やっぱり初心者のうちはそうだったんで、僕も、すごいわかるんですね、気持ちが。なんで、こういう方法を取り入れてみたらどうですかって思って、今回この動画撮りました。まあ、その、翔太式5分足はね、まだご購入されてない方にとっては、多分その意味わかんないと思いますので、この説明だけ聞いても。まあ、もしね、ご興味あれば、この動画の下の概要欄にね、リンクの方貼ってますんで、ぜひ、ご覧いただければと、思います。はい、というわけで翔太でした。ありがとうございました。